本当だったらここでやりたかったですし、心見分けの遠征たちが、うん、立派にあの皆さんをお迎えできるということを見せたかったですし、まあそういった空気感を伝えたいというか、あのこれからも収穫祭はやり続けたいと思いますし、場所は違えども一緒に収穫祭の空気を楽しんでもらいたいなというのが、まあ、今回のどこでも収穫祭でやりたいなということですね。収穫祭で出来たてワインを楽しみにして来てくださっていたお客様に今年何とかしてお届けできる方法がないかなということを考えて作りました。収穫祭の時に必ず皆さんに味わっていただいている出来たてワインココファームの中でしか飲めないっていうものなんですけれども、皆さんに飲んでいただきたかったっていうのが一番です。美味しそうに飲んでくださってる姿ですとか、あとは美味しかったよとか言ってくれるそういう言葉が一番印象に残ってますね。なるべく遠くの方でも、例えば今まで来れなかったよっていう方だとしても、まあ、その味わいっていうものを楽しんでいただけたらなと思うんですよね。今年も質のいいブドウがどんどん入ってきていまして、美味しいワインができそうです。皆様にお届けできればというふうに思ってます。